人はなぜアニメ作品を作るのか、あなたにはわかる？バトルもの、ロボットもの、恋愛もの、スポーツもの。私たちはそんなアニメ作品がなくても不自由なく暮らせるはずなのに。それはなぜ？答えは簡単。アニメがないのは退屈。退屈は死も同然だからよ。私たちはアニメ作品を見るという刺激のために生きているのよ。そう、それは春も夏も秋も冬も超越した季節がもたらす至福の時間。さあ、刮目してアニメを見ましょう。生きとし生けるものに感謝し、そして私を産んでくれたパパ、ママ、ありがとう。マッシュル第19話、マッシュバーンデッドと音の魔法使い。お楽しみにね。この音は予告のよよ。